はい。喋ることないけど録画ボタン押します。押しました。暑いな。暑。そうだね。あ、任天堂ダイレクトの話いっぱいするか。変な飲み方だな。ちょっとふざけてるようで、そんなふざけてないです。そのふざけようとしてふざけてはないです。でも勝手にふざけてるってわけじゃない。なんかこう見ながらやるとこんな変な飲み方になっちゃって。いやー、動物の森発売やったーって。2019年くらいかなって思ってた。3月。3月。あー、俺生きてるかな、それまで。デブだから俺生きてるかわかんねえんだよ。頑張っていけるぞ。もう、つらい。で、じゃあ、3月に出るってことは今年の12月くらいに、まあ、来るわけでしょ。新しい、任天堂スイッチの新型、来ちゃうっしょ。ねえ。それまで、マネー貯めとかないと。って話です。ニノ国に出るよ。ニノ国白き聖杯の女王がリメイクで出るわけ。絶対買いますー。でもそれより先にマリオメーカー買わないといけないんだよな。ニノ国出ちゃうぜ、みんな。おら、絶対買うぜ、ニノ国。で、ニノ国買ったらどうしようかな。俺だけがイヤホンで、そのニノ国のやつを聞いてる。それから、ニノ国の音なしバージョンでやる。ニノ国実況したいけど、版権があれ厳しいじゃん。ジブリも関わってるし、久石譲も関わってるし。そんなもんね、ちょっとでも映したらもう首が飛びますよ。くそー、ゲーム実況してよー、したいんだよー。何首横に振ってね、アピールしてお前。何も変わりませんけど。俺の顔だけ映すで、ちょっと音が流れてるくらい、一番腹立つね、俺ゲーム実況大好きなんですよ。いや、めんどくさいんですよ、いちいちゲーム実況。だって俺の前にカメラがあるの許せないんだよ。キャプチャーボード使えって話ですけど。お金持ってません。お金持ってません。お金持ってませんって。あんま金がない。直撮り以外あんましたくない。でもね、直撮りが俺できないんだもん。ああ、わふん、わふん。ヤンガンム肉いいアンチクヌーヌーカンミアンキーマよし、まあ、何も良くはないですよ。何も現状がね、進んでません。打破できてません。今のヨシでニート生活脱却、月収5000万円ってなったらね、本当のヨシだけどね。いやー、なんかな、すごいねえわ、漫画何かを。見るか。漫画チェックリストみたいなのあるんだよ。何買うかみたいな。あー、股間がかゆい。股間がかゆるりと、申しましている。やめよう、そんなこと言うの。ういー。シャーマンキングも読みたいな。シャーマンキング。シャーマン。でもいろいろ買う前にやっぱワンピースカラー版全巻買わなきゃいけないよな。まずは。そんなこと言ってる間に。ああ。金色のガッシュベルもな、俺マジでアニメは俺合わないんだろうな、アニメ見たいけど。憎いアンティク蝶女シャンオーメガウオーケウ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 ねえわ、もうやることない。喋りたい喋ることないな、別に。あー、ゼルダの続編出んね。だからゼルダの続編出るから、ゼルダいろいろやんなきゃな。で、ゼルダのマスターモードとかやりたくないな、別に。難しいの俺嫌いだし。
にぐビビ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 ビアンディグデュ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 ダメガキン二の国レバナントキングダムをやりたいんだよな。でもそれやるためにはね、お客さん PS4 買わなあかんのですよ。でも PS4 でなんか俺が好みのゲームってあんまないしね。でも好みのゲームじゃなくて好みをね開拓せなあかんだって。任天堂のゲームないんだもん。それは好みのゲームないよ。ドゥー任天堂ちょっと歩いた。生クラパンチ。はい、どうも。喋ることないわ。喋ることなくなったらやること。録画停止ボタンを押そう。ということでね、バイバイ。